説明。なんか程よいコシがあって、いい感じですか。ああ、ありました。人い、あ、なんかでもお客さんいるんですかね。ここ、倉敷志島の朝うどんのお店にやってきました。朝6時から7時までしかやってないっていう伝説のうどん屋さんです。私は朝からやってるんだけど、伝説のうどんって言ってレア感があったんですけど、ね、今回イートスポットみたいな、そうですね、食べれるとここで、右になんか購入する場所ですか。出てますね。ブライン人気なんですか。多いですね。だもう一番上にね。卵持ってください。あ、はい。醤油かけてる。はい。卵。釜揚げの何。はい。中華。はい。どういう感じ。ありがとうございます。ちょっと僕もいただきます。いただきます。いただきます。なんか程よいコシがあって、いい感じですか。
ベーシックなやつ。そうそう、これなんか。はい、卵をください、ね、醤油かけてたのか。どうですか。もちもち。適当ですよね。朝しか食べないです。すごい香ばしい。ザ・中華そば。ほい。二つ目。あ、染み渡りますね、これ。めっちゃ染み渡りますね。ちょっとなんか甘い感じの。うん。万人受けするような感じの、なんか外で食べたら美味しいですよね。いいよね、うん、これまた最高ですね、うん、というわけで外で、まあ、外でもねイートインできるという、まあ、なんか、こんな感じでね、椅子っていうかテーブルがあって、でさらにこういうね、個室というか中に入れる部屋があるということで、おしゃれな若者向けの感じでございます。やっぱ格別ですね、これは。流しのところに、あ、流しにがあるんで、そこはちょっと湯水で返却するみたいな。セルフで水でバーッと洗って、まあ、箸は箸、ゴミはゴミで、皿はバンと感じです。はい、いや、めちゃめちゃなんかバーってくるような感じじゃないけど、 なんか途絶えず。そうですね、程よく。いや、昔はバーッと行ったんですけどね。10年前ぐらいですかね。10年前ね。いや、でもやっぱり揚げたてっていうのはなかなかね、食べれないです。駐車場空いてないんでね、あっという間になんか路中したりとかしてましたもんね。あ、そうなんや。始発の、来ます？いいですか。鉄道系になったんですか。鉄道系 YouTuber に。お、こっから電車乗って仕事に行くと。そうですね。